アイラ・ニューブルは、アメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身の元バスケットボール選手、原指導者、NBA のクリーブランド・キャバリアーズなどで活躍した。地元デトロイトの高校から、ミシシッピ州の短大に進学した後、1995年にマイアミ大学オハイオ校に転校。2シーズンで、平均11.3得点7 5リバウンド1.2アシストを記録したものの、 1997年の NBA ドラフトでは指名外に終わった。ニューブルのプロキャリアは、カブリーグからスタート。2000年にサンアントニオスパーズと契約し、念願の NBA 入り。しかし、NBA1 年目は27試合の出場で、平均2得点に終わり、シーズン終了後に解雇された。ニューブルは再びカブリーグでプレーし、2001から0に、 シーズン途中にアトランタホークスと契約。2003年夏には、黄金ルーキーレブロン・ジェームズが入団した、クリーブランド・キャバリアーズと契約。ロールプレイヤーとして、キャバリアーズを支え、2007年には、NBA ファイナルも経験した。しかし、翌2008年2月に、シカゴ・ブルズも加わった三角トレードで、シアトル・スーパーソニックスに放出された後解雇された。 翌3月にロサンゼルスレイカーズと契約。同シーズンレイカーズは NBA ファイナルに進出したものの、ボストンセルティックスに2勝4敗で敗退。イコーニューブルは NBA でプレーすることができず、ヨーロッパ諸国でプレーした後、2010年1月に選手生活から引退した。2011年から D リーグでコーチ業を開始。2011から12シーズンは、 カントンチャージのアシスタントコーチを務めた。2012年から3年間はオースティントロスのアシスタントコーチを務めた。2015年からはベーカーズフィールドジャムのアシスタントコーチを務めている。ありがとうございます。